皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、残暑厳しい折の残暑というのはですね、8月7日からが残暑だそうです。まあ、そんな残暑がね続く中にですね、皆さんからね、やっすー疲れてるとね、コメントでよく寄せられます。心配していただきまして、皆さんありがとうございます。見た目がすごくね、痩せてきてるともね、皆さんからコメントでね、寄せられるんですけども、まあ、そんなにね、こう自分ではね、そうは思わないんですけども、まあ確信があるのは体重ですね。まあ、体重がね、その体重計にね、乗ってしっかりこの数字でね、現れるのでね、まあ、あとはね、顔ですわ、顔。顔痩せが最近自分でもはっきりとね、分かってきました。まあ、皆さんはね、その動画で僕を画面でね、この画面でね、見てくれてますので、まあ、ずっと見てくれてる人なら、まあ、少しずつね、この顔が痩せてきてるのが、わかると思います。僕もね、その自分のね、この動画のね、サムネイルをね、見てたらですね、ああ、この頃は顔が丸かったなとかね、思うことがね、あります。まあ、見た目ってすごいですよね。まあ、人は見た目が9割とかっていうね、本もね、売ってるぐらいですからね。まあ、体重のようにね、はっきりとね、数字で表せられるものもね、まあ、数字という見た目ですから、やっぱりね、この目で見たものからの影響っていうのは、影響力っていうのはすごいんでしょうね。まあ、その見た目でこう疲れてるとね、皆さんから心配されるほどなので、まあ、僕の見た目は相当疲れてるんだなってね、ちょっと思います。でもね、見た目が疲れてそうに見えるんでしょうけども、自分ではほんまそんな気はしません。でもまあ強いて言えばというか、まあね、昨日なんですけどもね、まあ、ちょっとね、30分ぐらい車で走ったんですけども、まあ、ね、家族と出かけたんで、奥さんが途中でね、運転変わってくれたんですけどもね、その気温が高かったせいかね、その車の中なのにめっちゃ疲れてきてね、途中でね、もうクーラーも入れてたのに、その体がね、こうぐーっと重くなくなってきまして、もうすぐにこう水分をね、取ってね、気を取り戻したんですけども、あれは焦りましたね。怖かったですわ、ほんまに。まあ、手足が痺れてくるとかなかったので、まあ、熱中症ではないかなとは思うんですけどもね。でもまあ相変わらずのね、その足首、左足首は痛み出してました。ほんでまあ帰ってきたらね、そのリビングでこうバターンとこう倒れ込むようにもう力尽きてしまって、まあ、そこからね、しばらく、まあ、2、30分は動きたくないなーって感じでぼーっとしてました。ねえ、僕ね、疲れてますね。皆さんの言う通り、やっぱりね、疲れてますわ。まあね、涼しい家の中ならこんなことにはならないんですけども、でもたまにね、その部屋の空気をね、入れ替えようとしてね、その家中のね、窓と窓をね、こうガーッと開けまくって、もう全部開けて、風を通してね、家のことをね、やったりするんですけども、ほんで家のことをやり終わって、で、そのままちょっと休憩しようかなと思って、リビングでコロンと寝転がったら、急にね、もうグーってなんかこう、疲れたのか、睡魔が襲ってきて、もうそのままね、聞いていたら夕方まで眠ってしまったこともありまして、ね、起きたらね、汗がびっちょびちょやったんです。まあ、相当疲れたんでしょうね、家のことやっただけやのにね。まあ、先ほどのね、車の運転中にもね、急に疲れが出だしたこととか、まあ、リビングで急に眠たくなったことで、まあ、共通して言えるのが気温の高さなんですよ。窓を開けて空気を入れ替えたとしても、その室温は下がることなく、むしろね、外の熱い空気がふわって入ってくるので、室温はむしろ上がりますよね。で、直接日光が当たるわけじゃないので、空気中の水分が蒸発することがありませんので、湿度も高くなります。そしたら体感温度はね、高くなるわけですよ。まあ、車の運転中もね、車の中にはいてますけども、まあ、家ほど分厚いね、壁に囲まれてるわけじゃないので、まあ、外からの温度は伝わってきてですよ。で、クーラーの効きが悪くて、車内の温度は下がりませんし、運転してる方角によってはですね、その窓ガラスからね、直接的に太陽の光がね、体を照らします。そうすると体感温度は上がります。まあ、ここ最近ね、皆さんがね、疲れてると言われてるのは、ほんまにここ最近始まったことでして、気温がね、30度を上回るように、その高くなってきた頃ぐらいから言われ始めましたわ。季節の変わり目ですね。もう特別にね、疲れることなんてしてないのにね、やっ
ぱりまだその帯状疱疹にやられたのがを引いてるんでしょうか、まあ、それともね単純に体力がないだけなんでしょうか、それとも年齢的なもんなんでしょうかね。まだアラフォーのくせに何逃しとんねんとねツッコミが入りそうですけども、まあでもね気持ちは元気なので皆さん安心してください。気持ちに体がついてきてないだけですのでね。でもね最近はほんまにね無理をせずにいてるので体が鈍ってる気がしてるんですわ。だからちょっとね怠けすぎてるんかなってね思ってしまうんですけども、まあそう思ってね何かを始めるとですよ、絶対にどっか痛くなるのでやりません。まあでもねそれにしても自分の体がこれほどになるとはね思ってもなかったので、もうできないですけども何かしたいもんなんですよ。その何とかするために考えられる解決策はね3つあるんです。 めっちゃ簡単ですよ。まず1つ目は涼しいところにいる、で2つ目は暑い時間帯には外に出ない、3つ目はおとなしくしておく、涼しいところにいる、暑い時間帯には外に出ない、おとなしくしておく。めっちゃ簡単ですよね。もし空気の入れ替えをしたかったら涼しい時間帯に入れ替えたらいいし、太陽が昇ってきたらすぐにクーラーを入れれば問題ありません。そして暑い時間帯には外には出ない、その涼しい環境でおとなしくしておく、この3つを守ればねきっと使えることはないので、ぜひ皆さんもやってみてください。あ、最後の3つ目っていうのはおとなしくしておくですけども、あの息切れしない程度にね動いてもらったらね体に負担がかからないので、それぐらいの力加減で普段の生活にね取り入れてみてください。そんな感じで皆さんもね残暑を乗り切りましょう。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。